タボアーダは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体。コマルカでチャンターダに属する。またリベーラ、サクラ地域にも属する。2009年の人口は自治体住民名簿によると3464人。自治体内は27の教区に分けられる。住民故障は、デイベズ、エサ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.34%。 タボアーダの語源は、平らなを意味する、ラテン語の形容詞、タブヤレイトス、タブヤレイタ、タブヤレイトムに由来し、土地を意味するため女性型となっている。北は、モンテローソと、ポルトマリンと、南は、チャンターダと、東は、パラデーラと、オサビニアオと、西はアンタスデウジャとポンテベドラ県のロデイロの各自治体と接する。面積は146.7平方キロメートル。 2007年の地方選挙の結果、自治体主張はガリシア国民党のラミーロ・モーレ・アンソワール。自治体表議員はガリシア国民党。6、ガリシア民族主義ブロック。3、ガリシア社会党。2となっている。タボアーダは27の教区に分けられる。ありがとうございます。